なんだゾンビも来てる。あ、いらっしゃいませー。1人入りまーす。お客様1名お入りでーす。まだあの品切れ中なんでね、お客さんちょっと、お待ちください。もう計画立ててて、リーノくんには一緒にマックを食べたいと。じゃあでもマック食べるにはどうすればいいかって言ったら、じゃあ作ればよくね。今日はマックを作りたいなと思う。あのマクドナルド、いやいや違う違う違う、あのS ドナルドS ドナルドを作ろうかなっていう。マックではないからね、 S ドナルドを作りたいなと思います。を建設したいなと思うんだけど、どこに建設しようかなみたいな感じでさ、なんか城のところにご飯食べる場所あるみたいな、ちょっと雰囲気をね漂うかもしれないけど、ここにしようかなと思いつつ、どうしようかね、ここでいいかな、なんかちょっと世界線どうなってんのみたいな。殿様だってマック食べる？しかも隣サウナだし、まだなんかジムがあってのサウナだったらわかるんだけどさ、ここに立ててもまあ大丈夫か。殿様もマック食べるか、それともこっち側でもいいんだよね。よくさ駅前にさあるじゃん、あの電車があってで、その駅の近くにマックがあるみたいな。それだったらありそうじゃない？うんね、全然違和感なさそう。あるよね、よくね。じゃ、ここに建てるか。ここにマクドナルド、あ、いや違う違う、 S ドナルドを建てていきたいなと思います。あ、いいじゃん。そしたらね、いい感じになりそう。でまずは駐車場からドライブスルーができる場所からちょっといろいろと、いや難しいな、僕もあの動画で見てなくて、そのままなんか自分のイメージの絵から想像して作るわけなんだけれども、どういう感じなんだろうね。ちょっと入り口ここら辺からちょっと石を掘ってって、駐車場を作っていきたいなと思います。みんなって週何回マック行くの？みんな週何回マック行く？僕はでも2週間に1回ぐらいかな。そんなに食べない。なんだこれは、月1か月2ぐらい、まあそれぐらいだよね。年がら年中1週間に、学生とかだったらでもありそう。学生だったら週2回とか部活帰りに行く的なね、そういうのありそうだけど。あ、でもそんな少ないんだ。じゃあストプリナルドはあの来てくださいね皆さん。ね、広くない？ちょっと広ない？大丈夫かな？怪しい予感しかしないんだけど、ちょっと不安になってきたな。なんかさ、ここでさ、あの水よけみたいなのあるよね。そうそう、水よけとしてちょっと使ってる感じ。まあ一級建築士なんでね、ここに置いといて石を、まあ、あるものを使ってくものがね、そう、僕が素材なんか気にしないんですよ。誰が作るかが大事。はい、来ました、今名言、コロンの名言来ました。そう、素材じゃない、誰が作るかが大事です。皆さん、これ駐輪場的なのを作りながら、クォーツブロックで外壁っぽいのを作ります。壁ですね。クォーツブロックもね、結構レアだからあんまり使いたくはないんだが、ここぐらいだったらまあ許容範囲でしょうということで。でかいな、意外とマック結構でかない？ちょっとでかいな。もうちょい下げるか、基準を。ここら辺までにしとく。とね、そんなにでかいの作ってもね、なんか後々大きすぎてもあれになるから、こんぐらいにしといて。あー、いいじゃん、素晴らしい。いけるかな。ちなみにですね、先ほどサークルの話をしてたんよ。そう、僕ね、大学時代サークルに入ってて、何のサークル入ってたと思う？ヒントはテニスです。あー、やばい、言っちゃったもん。あー、やばい、もう言っちゃった、どうしよう。もうテニスって言っちゃったら、もうテニスしかないよ。テニスサークル入ってたんだけどさ、なんでかっていうと、都市伝説があって、僕の中のサークル都市伝説みたいな、結構みんな言ってるんだけど、なんかわからんけどさ、フルーツの名前はめっちゃイケイケだよっていうのを聞いて。チェリーとかさ、マスカット、サークルマスカットみたいなのと、なんかちょっとイケイケの、なんかよ、本当にもうようが愛するサークルみたいな感じで聞いて、その都市伝説を聞いて入ったら、女の子も可愛いし、ちょっととね、お姉さんがウヒャウヒャいるぜみたいなのを聞いて、そこからなんか会員、あのなんかね、言ってくるよ。どうですか、うちのサークル入りませんかみたいな。片っ端からそれっぽい名前を見つけて、でなんだっけ、フルーツであって、そこからあれだね、サクランボっぽいのかな、サクランボっぽいものを見つけて、じゃあ入るかって入った記憶があるな。実際でもうなんか2、3ヶ月ぐらいでやめちゃったんだけど、2、3ヶ月ぐらいでやめちゃったんよ。なんかね、
僕の好みじゃなかったね僕の好みじゃなくてちょっとやめてしまったね。それはなんかね、イケイケまだったけどなんかなーっていう。その時結構配信が楽しかったから、そう、配信で十分やんっつってやめた記憶ある。男性ね、めっちゃイケメンだったよ。あと競争率も激しかったから、ちょっとこれは僕には勝てねえっつってやめた記憶あるわ。苦いサークルの思い出。なんかやけにさ、高いテニスのさラケット買ったんよすごい、ちゃんといいラケットにちゃんといいシューズを履いて。やっぱ基礎からね、大事ですから、ちゃんと物を揃えるということは。5回ぐらいやってやめたな5回ぐらい、レンタルできるよとかって言われてたけど、5回ぐらいやってね、やめた記憶がありますね。基本的には黒で素材を揃えた方がいいのかな。黒で素材を揃えて灰色かね。あ、難しそう。もうイメージで作るよ。完全に僕イメージでだけで作るけど大丈夫そう。なんか入り口とかも、でもよくよく考えるとって、マックって黒いっけ。黒のイメージあんまりないんだけど。黒のイメージあんまないよね。なんだろう、あ、どちらかというと赤と黄色主体みたいな感じしてたんだけどな。そんなことないのか。どういう、やばい、ちょっと難しすぎてわからない。適当に置いちゃってんだけど適当に置いてるけど大丈夫かなこれ。正面玄関とかがちゃんとできてれば、ある程度それっぽい感じになりそう。とりあえず後で修正すればいいから。大事大事大事、勘っていうの大事。そう、センスに任せて、あとは積むだけ。センスに任してね、こういうものは。皆さん、リーヌくんとご飯ね、一緒にマック食べないと。ここでてて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 、あ、いいよ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 。で、羊毛って半分にできないんだっけ。じゃあさ、これさ、クォーツブロックは半分にできるよね確か。ちょっと壁破壊しないと何もできなくなっちゃう階段ができないと何も始まらないから。外壁やった意味、外壁やった意味だけど、取ります、ここ全部。みんなはさ、何バーガーが好きなの。今からバーガー総選挙やります。僕学生時代ずっとダブルチーズバーガーだったな。ダブチしか愛せなかったわ。照り焼き、フィッシュバーガー何気に人気だよね。なんであんなに人気なの、わからないんだけど。なぜにあんなに人気だかちょっと僕には理解できない。謎の人気を誇ってるよな。意外と人気ですよね。照り焼きやっぱ美味しいわ。待って、僕がさチーズバーガーって言ってたのにチーズバーガー全然いないんだけど、どういうこと。チーズバーガー好きです。あ、いいんだよもういいんだ、僕のことは気にしないで好きなものを食べてくれ。全然無理して、なんかコロン君がチーズバーガーが好きって言ってたから、私もチーズバーガー食べなきゃいけないんだみたいな、そんな気持ちはいいんだ、捨ててくれ。僕なんかリクエストに答えただけなんだからさ。いきなり萎えるやつ。雰囲気大事なの。マックっぽいところを見せれば100点ですよ。あ、でもなんかそれっぽい建物ではあるそりゃそうだろうな、建物を作ってんだったら建物になるだろうな。でかくない？マックでかくない？ミニマックで良くなってきたな。ちょっとあまりにも大きすぎるか？これでかいな。よ、見たら。こんなに素材いら、てか、できなさそうだけど。大丈夫かね？心配になってきたよ、僕。羊毛足りない事件起きてる気がするんだけど。大丈夫？結構でかいよ、これ見たら。足りないよな。ないもんだって、羊毛。ほら、明らかでかいって。明らかでかいよ、これ。大丈夫？ちょっとさ、半分切るか？半分切って、そんなに求めなくていいよ。ごめんなさいね、計画性がないね、男なんでね。計画性ない男なんで、ちょっとここちょっとどうにかしないと。ちょっとミニでいいじゃん。なんだったら僕とリーヌくんだけ食べるさマックなんだからさ、そここだわんなくてもいいもんな。2人用だもん、2人用マックで、あとドライブスルーしとけばええねん。そこ大事。こんぐらいのマックで、逆にちょっとそこでこだわりをかけながら、はい、じゃあこれだったらワンチャン全然いい感じになりそう。まあいいね、ここの周りね。やばい、むずくなってきた。わけわかんない、わけわかめの法則なったろこれ。トリマー、まあいくらでも補強できる。いや、トレードマークの黄色と赤さえ揃えればいける。なんか最近24時間やってるところも少なくなってきたよね、マックね。なんか3時とかで終わっちゃうところ結構多いからな。24時間昔やってたイメージあるけど、マックもない時期なのかね。夜食べに行けないよね。何をセットで頼むの、じゃあ。飲み物は、飲み物何を飲み物で。やっぱコーラだよね、コーラだよな。なんかピザとかもそうなんだけどさ、なんであのコーラってすごい、あーもう絶対もうダメやん、そんな
なんコーラ食べ飲んだらもうこれいいの、こんなにこんな幸せな気分になってみたいな、ちょっと危ない危ないことをやってるんじゃないかなっていう気持ちになるよね。私こんなに幸せでいいの、コーラ飲みながらハンバーガーとか食って罪だな私みたいになりそう。今外装はまあ今適当だけど、これであとはなんかね赤とか黄色混ぜたらめっちゃいい感じになりそう。だからもうここの時点でなんか良くない？すごい良さそうだよね。あとはちょっと縦長というか横長、2階を建てなきゃいけないから、これでどうしよう悩む、非常に悩む。白ができてるようになったから、ちょっとごめんね、僕の中で葛藤してる。想像してたの、もうマック行ったことなんか、ウーバーとかがあるからさ、そんなに意識して行こうかなって思ってなかったのがあって、ちょっとオリジナルハンバーガーショップになっちゃうけど大丈夫そうっすか？オリジナルハンバーガーショップになっちゃうけど、ちょっと想像に任せて、僕の想像でいい。オッケー、それだったらねちょっとねいい感じになりそう。想像力大事ね。リーヌくん喜んでくれるかな、反応的にどんな反応しそうだろう。え、すごいマックじゃんって言うから、それは僕のあれクオリティ次第だけど、すごいマックじゃんって、何食べる、中はさすがにちょっと作れないから難しそう、机ぐらい置けるかなっていう感じだね。ちょっと今日は外装かな、できて品切れ中にしとこ品切れ中にしといて、ただいま入荷予定。ここなんだ、ゾンビも来てる。あ、いらっしゃいませ、一人入ります、お客様1名お入りです。まだあの品切れ中なんでね、お客さんちょっと、ま、お待ちください。失礼しました、入荷、まだあのニューオープンは明日です。ちょっと早いね君ね、行くのが早い早い、まだまだまだ全然やってないから、全然やってない、何何してんの君、待ち遠しいんだな、サンタさんみたいにおねだりする子供みたいになってるって。あれルート君が参加してたんだけど、よく見てたら運営さん様子見てたのかな、何やってんのかな。あ、そういえばさ、なんか前回さ電車ごっこやってたらさ、集えって言ったらなんかここに書いてあるよ、ガタンゴトーン楽しいねイエーイで、ちなみにここの電車でなぜかわからんだけどバースデーケーキが置いてあるっていう、なんか僕が設置した場所と違うところにバースデーケーキ置いてあるんだよ。設置してなんで、まあ電車で食べてんのかよくわからないけど、まだ残ってそうな感じするけど、足りないんだ今すぐその角から羊飛び出してくれないか。もうさ天井だったらさ違う色でもバレなくない上だってマックのさ天井って見たことあります皆さん、もしかしたら黄色かもしれませんよ。なんかみんなさ黒だ黒だみたいな感じで言ってるけれども、もしかしたらこのねレインボーかもしれないし、それってあなたの感想ですよね、黒っていうのは見たことないですよね。っていう冗談はさておき、なんか赤トレンドマークの赤が大事ないよやっぱり。マックスナーズはあちらでストップになると、ここで羊毛とメインのこれで一気に変わります。皆さんここで一気に花が咲くから、これか、横にこういう感じで置いてあげて、ストプリの S って作れますこのよ3つじゃ作れないか、5個くらい必要かな、5個くらいマス必要かな、どうしよう、お、いけるかどうか、ちょっとワクワクしてきた、ワクワクしてきたぞ。この黄色が大事、めちゃめちゃ赤からの黄色が大事、型をくり抜こう。 S もっと、いや足りないな、絶対足りないぞ、ちょっと見栄え悪いな、もう半個、もう一個さらに7、こんぐらいのマスにすれば両サイド2個増やしたらいけそう。え、むずいんだけど、めっちゃむずいんだけどなんか雑だな、あれ S ってこんな感じでしたあれ S が S じゃない、 S が S じゃない、ちょっと黄色く施すか、僕が望んでいる S ではないぞこれ、ここまではいいんだよ、なんでこのカーブはいいんだよ、これをもう一個同じ風にしたいんだけど S じゃないんだ、こうかな、でこうかな、これで S、 あ S だこれちょっと右にずれてるけど、これ S っぽくない、見た感じ、ちょっと朝になって確かめるか、あーはい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 、いいじゃん S だよ、あめっちゃいい、マックじゃんマックじゃんこれ、あ、じゃあマックじゃん、スックじゃんスックじゃんこれ、スクドナルドだ完全に、やったー、これでリーヌくんとスクドナルドのチーズバーガーが食べれる。リーヌくんは確か照り焼きが大好きだったっけ、どっちだっけ、おー S
くー S の称号いただきました。いいよこれ。はい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 。あとはところどころに赤色の素材をぶち込めばちょっとそれっぽい感じになりそうね。赤色っぽいのにして周りをさこういう感じで囲んでさ、もう Mac かどうかわからねえけど、とりあえず Mac 要素、 Mac 要素っぽいのやれば、あーはいはいはい、ほら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 、ちょっとぽくない？ちょっとぽくないか？あといろいろ装飾してさやれればもうこれは Mac と言えるんじゃないでしょうか。いや別にこれ マクドナルドではないんで、決してS ドナルドなんで、いやそうね、マクドナルドじゃないよ。おーなんかマリオの館みたいになってないか。おーなんか軽いマリオの館みたいになってるけど、一体大丈夫なのかこれで。こういう感じで生やせば、ほらちょっともうおしゃれなお店になってる。あいいじゃん、ほらほらほら、あよくない？めっちゃよくないか？ S ドナルドだ。はい来ました、ストップリハンバーガーショップ。S ドナルド来ました、 S ドナルド、ストップリ S ドナルドだ。みんなこれ中は何もないから、これであと看板立てて、あとこの看板大切、最後の仕上げのメッセージって大事なんですよ。もう気持ちを込めることが大事だから、クオリティはともかく。はい来た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 、 S ドナルド看板、 S ドナルドオープンまであと2年。長っ、楽しみに。おーいいじゃんいいじゃん。で中はただいま品切れ中、寄付求む、寄付求む。でで箱用意しといて、なんか改築の余地があったり、内装工事のやっぱね素材がないと何もできないんですよ。だからちょっとここにね寄付してもらえるように仲間に助けてもらうわ。これはここになんか置いといてください、素材。そしたらここの内設工事やれるかもしれないし、外装も良くなるかもしれないから、もうちょっと素材がねあまりにも足りなさすぎる。そして最後にリーヌどのこれでハンバーガー一緒に食べよ。あーいいねー、リーヌどのこれでハンバーガー一緒に食べよ。S ドナルド、あーいいいいいい、ここだけ見たら、ここだけ見たらよ、ちょっとワンチャンまあそれっぽい感じかなっていう S ドナルド。あー一級建築士がちょっと短時間で、まあ1時間しかない時間で S ドナルドが完成できた。めっちゃいい感じじゃない？他にこだわったらもっといろんな装飾つけれると思うけど、もうこれぐらいでいいでしょうっていう感じでございました。皆さんありがとうございます。イエーイ、S ドナルド完成した。ストプリハンバーガーショップ、ぜひ皆さんまた今後のストプリサーバーをお楽しみください。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。